温まってるのって多分こうしっかり中の温度が高い状態のところだから、まあお腹より下とかの方がね、こっち開口部に近いから、そうそう近いから温まりがちょっと良くない感じ。うん、もうちょっとなんかしっかり首までずっぽりした方が良かったのかもしれないですね。そうかも。私もともと肩凝ってますからね、ほぐれにくいのかも。はあ、腰なんかは暖かいんですよ。こっちはやっぱりその熱が全然伝わってこない。手とかはどうですか？手どうだろう。でも少しいつもより暖かいように感じますね。リアクション取ってくれる人はほぼほぼいないです。あ、そうなんですか。みんなね、こう無言。無言。やりがいがちょっとすんなり受けてる感じ。ああ、ちょっと寂しいっていうか、なんかちょっと不安になりますよね。なりますね。いや、聞いてんのかなって、思っちゃいますね。結構不安になりますよ。言ってくれる方がいいですよね。だから、反応がないと、あ、もうちょっと強めにやった方がいいのかなって思ったりしながらやってますね。初めての人だとやっぱりその辺が分かんないから緊張しますね。そうですね。どのぐらい話しかけていいのかも分かんないしね。でも強くないけどがっつりきます。どのぐらいかというと、はい、全然体重もかけてませんよっていう。そうですよね。なんかでもコリだと結構ガーンとくるんですよ、それがまた。はい、あ
頭がしびれるような気持ちよさですよね。わかんない。あ、そう。わかんない。あ、そう。頭がしびれる。そう。なんかこの辺にふわーっとこうなんか響く感じですか。とも違う。なんか私気持ちいい時こう頭の周りがなんだろうな、ゾワワワンみたいなあるんですよ。いやそれはね、世間一般には伝わりにくいです。あ、そう。だからそれで、まあ他やってないアプリしたんですけど、別にこれ赤でもピンクでも紫でも何でも良かったわけですよ。でも赤ってさすがに落ち着かないでしょ。そうね、赤はちょっと情熱の色だからね。だからその目立つかもしれないけど、人が来なそうだよね。ちょっとなんか落ち着かないかなと思って、まあ、それで青にしたんですよ。まあ、鎮静色ですもんね、青は。そうですね。黒だと送信みたいだしね。まあ、おしゃれではあるけど。あとまあこれも。って思いながらやりました。なるほどね。本当にだからもうね、だからもっとなんかその。例えば技術に関してどうこうだとか、理論がどうこうだみたいな。だからもう何にもしんくったこと言ってこないから、もう全然もうみんなもうなんかスカッと肩透かしくなったというかなんというかね。なんか言われててもそれがどうしたっていうことばっかっすよね。いや本当そう。いやそういうことじゃないですよとか、ちゃんとそのむしろお客様のことを考えて、あのこういう風にしてるってことをしっかりアピールすることによって。店とお客さんを守ってるだけなんですね。そういうことです、そういうことです。だから、まあ、だしそういうふうに選んでいかないと、むしろなんか大変になるばっかりだし、本当に疲弊するだけになるから。そうなんです。だからそういうとこじゃなくて、結局その何でもかんでも来てくださいで取って、その俺がいい子ちゃんじゃないのに、そう、いや、いい子ちゃん商売してたから辛くなってきちゃったんです。ああ、なるほどね。はいはいはい。だからむしろ自営でやってんだから、尖ったことやって全然いいと、差別化でいいと思うんですよね。だからうちのホームページとかゴッドペッパーなんかも受けないでくださいってまで書いてありますからね。そう、だから別にそれでいいのに、なんかそこにわざわざ言って、そもそもうちに来ない人だから、そうそうそう、気もしないのにね、何騒いでんのっていう話で、来た人がその気に食わないって言ってるのとは違うから。違う。最初に何話そうとしていたか忘れちゃいましたね、話してるうちに。ああ、何言おうとしたか忘れたな。何か。言う人が言うけど、お客さんと戦っちゃダメでしょ。お客さんと戦っちゃダメだよ。こりと戦うんだよ。そうだよ、そうだよ。そりゃそうよ。そんな対立しちゃいけません、お客さんは。やっぱりね、お客さんは味方。来てくれる人だから。ああ、いいですね。背中がすごい楽になりました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。丹野さんの施術を受けたいと思った方は、ホットペッパービューティーから、はいはい、リンクを貼りますので、何かお伝えすることありますか？ドームサウナ入ったんで、ぜひお願いします。はい、ドームサウナ気持ちいいですので、はい、なんか冷えがある方、むくみがある方、なんかちょっとね、汗出してスッキリしたいなとか、はい、でもあと他のところでこれがほぐれにくい人もいいと思います。しっかり最初に、そう、温めておくと気持ちよく受けられますので、おすすめです。なかなかね、そういう設備が
あるところってないので、はい、まあ、エステ系だと入れてるかもしれないですけど、整体と組み合わせるってなかなかないですね。そうですね、カイロとかもやってますかね。カイロとかもいいでしょうね、はい、だから今こう固まってる状態だと、ね、動きやすくなると思いますね、うん、そうそうそう、はい、だから田野さんのとこだと揉みほぐし、強もみの、まあ、特に強もみに特化した揉みほぐしと、はい、カイロプラクティックとドームサウナ、はいはい、三本柱なんですかね。まあそうですね。はい、ということです。See you.